み抜きで音で焼く自動ドア10個重ねたらどうなるの。ということでショート動画で2個連続で作ったんだけど、気合で今日は10連作ってどうなるかやっていきます。なんかキヨキヨ調べによると基本的に全部羊毛にした方がいいんだよな。あ、で一回失礼しまーす。スカルクセンサーちょっと破壊しとこう。自動ドアが無限にうるさい。でも視聴者さんもこれで何回もその自動ドアの作り方見れるから、自動ドアマスターになれるかもしんない。もう僕もなれると思うんだよな。まずは羊毛。ほんで、よいしょ。はい、3分クッキング、リピーター、リピーター、スカルクセンサー後で置きます。ダスト、ダスト、ダスト。簡単でしょ？板材置いて、ピストン、ピストン、ピストン。こっちにも、ピストン、ピストン。ピストン。キヨキヨのロング動画多分初めて見ますっていう方もね、いてくれると思うんですよ。あのね、いつもマジでショート動画でどやってます。でもショート動画勉強してるからね、確実に上手くはなってると思う。よいしょ、よいしょ、よいしょ。これで1個完成。いや、もうかっこよくね、もうすでに。最後装飾もしたいな。まだスカルクセンサーついてないので、ちょっとあのまだガチャコンガチャコンなんないけど、最後どうなるかマジで楽しみ。はい、簡単ですからね。リピーター、リピーター、ダスト、ダスト、ダスト。ここスカルクセンサー。結構手慣れてきたぞ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。そして、キヨキヨチャンネル、これまでね、土曜日公開だったんですよ。ただ、火曜日に、こういうね、ショート動画で僕が気になったことを、なんかこう、拡張版としてやるっていうこともね、やってみたいなと思いますんで、ぜひチャンネル登録お願いします。あ、こっちも全然多くなってない、多分。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。これうまくいってほしい。ちなみに裏話なんですが、さっきあげた、この自動ドアを2連で作るというショート動画。40秒ぐらいの動画で、1時間15分撮影に、かかりました。いや、結構ね、苦戦したんですよ。なんか、スカルクセンサーがいい具合に範囲とかを探って、やっとこの形になりました。よし。とかさ、ここにトーチを置いて、ここにピストンつけられるんじゃない？あ、いいね、いいね、いいね。よいしょ、よいしょ。トーチにつけるという、新技。これ知らなかったんだけど、これ出すと置くだけで上に信号行くんだね。初めて知った。よいしょ。なんか、ショートで最初作った時は、まあ、とりあえず置いてみよう、みたいな。あれ？あ、1マスずれたショートから、来てくださった方、急遽に失望するのはやめてください。ここ置いてないしね。さっきあんなドヤ顔で、ここに置くんですよって言ってたのに。よいしょ。ピストン、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 ピストン。よいしょ。うわ、え？うわ、間2マスで、間1マスミスったー。懺悔の早送りで1機完成させました。今、5機、あとこの倍いきます。これ別に羊毛貼り付けなくていいのかな？ただね、ちょっと1時間15分悪戦苦闘した結果、これやった方がなんかうまくいった。これサバイバルで作るの大変すぎでしょ。やべえ、視聴者さんのコメント読みたくなってくる。もう視聴者さん本当に僕コメント全部読んでますからね。まあ、ショート動画でもね。なんかもう毎回言ってるんだけど、本当に読ませてもらってます。こういう時に視聴者さんのコメント読みたいなって思っちゃうね。よいしょ。はい、6機完成。よし。行くぞ。やべえ、手に職ついてきた。自動ドア作りのなんかプロになってきたよ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。よいしょ、よいしょ。サバイバルで作るっていうのがさ、もう、究極に難しいよね。こんなピストンなくねっていう。はい、こっち側も、オンライン。はい、今何機？今7機完成。ちょ、待って、壁が迫ってきてるわ。ちょ、待ってよ。もう整地もしなきゃ。一応この辺コマンドでね、ざっくりバコってやってみたんだけど、全然あんまスペース生まれませんでした。やっていく！ほら。よし、ここも変えて、よいしょ。さあ、始まりました。自動ドア RTA。それでは行きます。位置について、よーい。さあ、早いぞ、早いぞ、早いぞ。さあ、早い。よし、よし、よし。さあ、手こずっている。よし、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 よし。おい、いいぞ、いいぞ。ノーカットでお送りします。ノーカットでお送りする。おい、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 はい、あ、あー、じゃあ、何しとんの、何しとんの、何しとんの。何しとんの。よいしょ。ガラス、おい、ガラスじゃない、ブロック置いて、はい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 、次も見てね、まだです。まだ見てください。あと2機ラストスパート、いくよーん。これでうまくいかなかったらどうしよう。さっきのね、その1時間15分なんでかかったかっていうと、スカルクセンサーがね、結構な範囲感じ取っちゃうのよ。どこに羊毛敷いたらスムーズにいくかみたいなのね、模索してました。よいしょよいしょ。早く出すぎてちょっと心配になってきちゃうんだけど。よいしょ。よし、あと1機うわぁ、惜しい。あ、整地しよう。よし、最後だ。行くぞ。オッケー。
やばい、かつ、うん、スカルクセンサー入れないと。じゃあスカルクセンサーを、入れていきます。ここに入れて閉まる。あ、足場はあの木にしないと反応してくれないから、ちょ、ここ全部変えていこう。スカルクセンサー入れてこうでしょ、でこう、よし、痛い、挟まった。やばい、ちょっと待って、ちょっと君たち落ち着いて一回ちょっと待ってよ、ちょっと待って、これ調整が必要だ。これどうしたらいいんだ。一回壊してこの辺も羊毛にしよう。一回わかんないけど、ちょっと一回スカルクセンサー全撮りして、よし収まった。え、待って、これ一回切りとかやだよ。一個ずつ置いてく、いくよ。あ、ってことは、じゃあこうしとけばいいのか。で、置く。オッケー。で、壁にして、置く。あ、これいいんじゃない?これじゃない?壁にして、置く。壁にして、置く。てか、ごめん。あ、じゃあ、バカ。あ、静かになった。壁にして置けばいいんだ。いいぞいいぞ、マイクラの知識を徐々につけていく男。あ、てかすまん、待って、キヨキヨずっと影モッドでやってたわすまん、ごめん、影モッドね、見づらいっていう人もね、いるんだけど、まあ僕は好きなんだけどね、ちょっとすいません、ずっとでした。ずっとはよくない。よいしょ、よし、こう、まずはもうシーンとしよう、みんな静かにな。オッケー。で、これで鳴っちゃったらなんかまた怖いから、一回この辺も羊毛にして蓋していきます。よいしょよいしょ。通路は、待って、お利口さん、お利口さん来た。じゃあこれ一回しょうがないね、一回、やばい、これ多分ね、ここ羊毛だ、一個羊毛は一列、よいしょ。あ、オッケー、こういう感じだね。だから木はここだけで、ここ空いちゃうけど、木は隙間だけに置くといいかもしれない。ここを木にしないとあれだね。また、こっちを入り口にして、こういうことでおそらく完成しました。ここから装飾していきたいと思います。ということで、いかつい感じにしてみました。もうガラス重なりすぎて何が奥にあるか見えないね。それでは、10連ドア、せーの、はい、こんにちは、開いて、あ、おおすげえすごくない?ただ、戻れ?あれ?これ、戻れるか、これ。あ、これ一方通行やん。反対側にもう一個作れば、オッケー。次も見たら、キヨキヨのメンバーシップ、3段階のプランをご用意しました。価格は月額490円から。生配信で使えるスタンプや、メンバーさん限定の実写顔出し Vlog、キヨキヨが毎日書いた日記がドカンと届く毎日日記や、メンバーさんにだけ僕の心を明け透けに喋る赤裸々トーク、キヨキヨチャンネルへのメンバーシップ、ご加入お待ちしてます。